アメージングレース。アメージングレースとはアメリカ合衆国 CBS のリアリティ番組シリーズである。司会はニュージーランド出身のフィル後半。2003年から2009年まで7年連続でエミー賞、リアリティ番組部門を受賞した。エリーゼ・ドガニエイリとバートラン・ファン・ミュンスターによって企画立案され、2001年から最初のシリーズが全米で放映された。 トシュタンディングリアリティー、コンペティションシリーズアワード、実際の競争の模様を放送する著名な番組シリーズの賞のよう2003年から2012年まで、2010年を除いて、K9 回の受賞、2010年はトップシェフが受賞しているなど、エミー賞各賞を受賞している。アメリカ CBS 以外にも、アジア版、アメージングレースアジア、ブラジル版、中央ヨーロッパ版、 イスラエル版、ラテンアメリカ版、中国国内版、オーストラリア版が制作、放送されている。ただし、中央ヨーロッパ版は制作が発表されたものの、放送の発表がないまま公式サイトも消滅している。以下は、特に説明がない限り、アメリカ版の説明であり、大シーズンと記述してある場合、アメリカ版の大シーズンを指す。日本では、アクスンの、 アクスンサンデープライムは国て2007年1月7日よりアメリカ版が放送開始。2008年にはアジア版の第2シーズンも放送された。放送はすべて日本語字幕付きで司会者のみ吹き替えとなっている。現在は日本での放送券が切れたため、その後のシーズンは放送されていない。ゲームは2人1組の10から12チームで行われる。 シーズン8のみ4人1組。決められた所持金番組から支給された最低限の荷物のみで飛行機、タクシー、レンタカー、列車、船など様々な交通手段を使って指定された目的地へ移動。そこで再び指示を受け新たな目的地を目指すという工程を繰り返し、最終ゴールに一番早く着いたチームに賞金100万ドルが授与される。途中競技者には 様々な課題や移動条件が課され、課題や条件をクリアしなければ先に進めない。また、全工程はいくつかのレックに分かれており、各レックの終点、ピットストップと呼ばれるではそこに最後に到着したチームがその場で失格となる。ただしあらかじめ決められたいくつかのレックでは失格者は出ない。最終レックまで勝ち残れるのは通常3チーム。アメリカ版の場合、 スタートとゴールはアメリカ国内であるが、毎回ルートは地球をほぼ一周し、30日近くをかけ、約10カ国を訪れる。各地で出される課題は、地域の観光名所や文化、習慣などに基づくものが多く、番組内では、地域の光景やなどが紹介される。各項目名は、アメリカ版に順じ、項目名の後の、ないは、 日本のアクスンで放送された際に使われた訳語。出場するチームは二人一組で構成される。二人は以下の項目をクリアしていなければチームになることはできない。スタート時、すべてのチームに番組から荷物と資金が与えられる。携帯電話も含め私物の持ち込みは基本的に禁止される。スタート地点には全チームが横一列で集められ、番組ホストのフィルの合図で、 全チームが一斉にスタートし、最初のクルー、口述を得る。クルーとは封筒に入った指示書のこと、次に行くべき場所や課題などが記されている。隠れックのスタート時やタスク、口述をクリアした際に渡されるほか、クルーで示された目的地にクルーボックスがあって、中に新たなクルーが入っている場合もある。クルーが渡される場所や、 クルーボックスを気づかずに通り過ぎて、先に進んでしまった場合は、ピットストップにチェックインできず、番組ホストから回収していないクルーを取りに、戻るように指示される。レック中に入手したクルーはそのレックのピットストップに到着し、チェックインが完了するまで全て所持していなければならない。また、クルーボックスの中に入っているクルーの枚数は、初期のシリーズではそのレックを競う。 チーム数と同じ枚数だけ入れられていたが、最近のシリーズでは、現在の順位を、クルーの残枚数で特定できないように、チーム数より多くクルーを入れている。レックとは、各ピットストップ、後日間を指す。スタートから第1ピットストップまでが第1レック、第1ピットストップから第2ピットストップまでが、第2レック。優勝チームを決定する。 最終ピットストップからゴールまではファイナルレッグと呼ばれる。おおむね1レックが放送1回分。途中にはいくつものクルーや課題があり、すべての指示や課題をクリアしなければならない。船、レンタカー、バス、電車、タクシーなど、基本的に何を使っても良い。クルーに特定の指示、徒歩や自転車などがあるときはそれに従わなければならない。 クルーにある指示に違反すると、ペナルティ、口実がある。飛行機などを使用する際にも、どの航空会社でどこを経由するかなどは自由だが、航空券は、エコノミー券のみと定められている。各レックでの移動手段に必要な資金や、食事や物資の購入に必要な費用は各レック開始時に、渡されるお金でまかなわなければならない。各 レックごとにそのレックに必要な資金だけ、レックの初めにクルーと共にベイドルで渡される。そのレックで余った資金は次回以降のレックに持ち越すこともできる。また、航空券シーズン8ではガソリン代もについてはあらかじめ渡されていたクレジットカードを使うことができる。このクレジットカードは他の買い物には使用できない。また、資金が足りなくなった場合は、 その国で違法にならない程度で、現地の人々や他の参加チームから金銭を買うなどの行為許される。レース中にチームが向かわなければならない場所や、使用しなければならない道具や、乗り物、クルーボックスなどに、目印として配置される旗で、左右が黄色で中央が赤色の配色となっている。現在の配色となったのは、シーズン2からで、シーズン1では、 左右が黄色で中央が白色の配色だった。また、シリーズやレースで訪問する国の事情によっては通常とは違う配色のルートマーカーを使用する場合もある。各チームはレース中、クルーからチャレンジ、タスクを与えられた場合、完了しなければ先に進めない。もし気づかずに通り過ぎたり、きちんとこなさずに先に進んでもピットストップにチェックインできず、 戻って完了しなければならない。通常のクルーによって与えられるタスク以外には、以下の特別なタスクがある。シーズン5からシーズン11まで採用。他チームを一定時間足止めさせることができるもので、各チームレース中一度のみ使用できる。イールドを使用したいチームは、レッグ途中に設けてある、イールド地点に用意されている写真の中から選んだ、イールドしたい。 チームの写真と、あらかじめ与えられている自分たちの写真ルの二つを、貼り付ける、自分たちの写真シールをなくすと、イールドをすることはできない。イールドされたチームは、イールド地点に到達した時、砂時計をひっくり返して、砂が完全に落ちるまで待たなくてはならない。ただし、効果があるのは、イールドを使用したチームより後から来るチームのみ。したがって、自分たちより先に、 イールド地点を通過したチームの写真を貼っても効果はない。以前のレックでイールドされたことのあるチームを再び、イールドの対象にすることは可能で、過去には複数回イールドされたチームもある。アメリカ版では、後日の U ターンが導入されたシーズン12からは入れ替わる形で登場しなくなったが、他の海外のフォーマットでは、U ターン導入後も採用しているところもある。 シーズン十二から導入。リツアー直後のクルーボックス前に設置され、他チームを完了していない。リツアーを実行させるために引き返させることができる。もので、イールドと同じ区画、チームレース中一度のみ使用できる。使用方法は、イールドと同じで、U ターン地点に用意されている写真の中から選んだ。U ターンしたいチームの写真と、あらかじめ与えられている自分たちの写真シールの二つを、 はる、イールドと同じく自分たちの写真シールをなくすと U ターンを使用することはできない。U ターンされたチームは U ターン地点に到着したとき完了しなかったもう一方のディツアーを行うために戻らなければならない。すなわち指名されたチームはこのレックの両方のディツアーを行うことになる。U ターンの効果を発揮できる条件もイールドと同じで効果があるのは U ターンを使用したチームより後から来るチームのみ。また、シーズン14からは、ブラインド U ターンというものも登場している。通常の U ターンでは前日のように使用するチームは、自分たちの写真を貼ることで、自分たちが U ターンを使用したという意思表示をしなくては、ならなかったが、ブラインド U ターンは自分たちの写真を貼る必要が、なくなっている。つまりどのチームが、 U ターンを使用したかがわからないようになっている。さらには WU ターンというものも登場し、今までは1チームのみだったが、これは2チームを引き返すことができる。また最近では iPad を利用しての U ターンも存在する。シーズン10で初登場。この指示が出てから解除の指示が出るまでの間、2チームで行動し、タスクが与えられた場合は協力して完了しなければならない。 チームを組むまで、インターセクションの指示が出された地点から先に進むことは、許されず、パートナーとなる、他のチームが到着するまで待たなければならない。また必ずしも順に来たチームと組まずにその後から来る、チームと組むこともできる。つまりは、共に行動したいチームを待つこともできる。人間関係が非常に問われる。インターセクション中にファストフォワードを獲得した場合は、 ペアを組んでいる2チームそれぞれにピットストップ行きのクルーが与えられる。ピットストップは各レックのゴールである。チームのメンバー全員がチェックインマットを踏んだ時点でゴールと認められる。各チームのゴール時には番組ホストのフィル救援によりチェックインされ順位の通達を受ける。最下位のチームはその場で脱落となる。脱落者は出ないノンエリミネーションレックというレックもある。 また、シーズン6より、各レックの中間点となる、ダブルレングスレックの場合もある。各チームは、ピットストップで休息した後、それぞれゴールのちょうど12時間後にそのピットストップより、出発する、ただし例外あり。つまり、前レックで1位に35分の差をつけられ2位で、チェックインした場合、次レックでは1位チームの35分後に、出発することになる。シーズン4までは、 同時ゴールが認められていたが、シーズン後以降は認められなくなった例外があり、インターセクション中にファストフォワードを使った2チームには、同時ゴールが任られた。そしてほぼ同時に2チーム以上がついた場合、チームメとト2人が下の世界地図版についた順に順位が付けられ、出発するときは1分後のスタートになる。出発の際に、資金とクルーが与えられる。クルーを参考に、 各関門をクリアし、次のピットストップを目指す。また、出発時刻に遅刻した場合は遅刻した、分の時間は返還されない。特定のレックのトップチームには、旅行や自動車などの商品や賞金が授与される場合もある。商品等があることは到着まで知らされない。賞金、賞品はレース終了後に実際に渡される。ただし、自分たちが用意した、 荷物、パスポート、番組側から与えられるポーチを持ってこないと、チェックインできず、戻って取りに行かなければならない。また、必ず所持していなければならない。道具以外は、ピットストップへ持ってこなくてもペナルティはないが、チェックイン後に回収することができないため、以降のレックではそれらの道具なしでレースを続けなければ、ならない。脱落チームの出るレックにおいては、 再開チーム以外のチェックインが完了し、再開チームがあまりにも話されている場合や、タスクを完了できる見込みがないと判断された場合は、それ以降の本来行うタスクなどをスキップして、直接ピットストップへ向かうようにといったクルーが渡されたり、番組ホストが直接チームの元へ出向いて、脱落を宣告する場合もある。アメリカ版の過去のシリーズでは、 ピットストップ以外にも脱落ポイントが設けられたシリーズもあった。脱落のないレックの意。このレックに再開となったとしても、脱落させられない。ただし、シーズン5からシーズン6では、所持金の没収と次回のレックの資金の剥奪。シーズン7からシーズン9は、所持金と所持品、パスポートとチェックイン時点で着ていた服は除くを没収。シーズン10からシーズン11は、ジレックで1位で、 チェックインできなけれ、ピットストップ到着時に30分のペナルティ、シーズン12以降は、ジレックで新たなタスクが追加、スピードバンプといったペナルティが課せられることとなった。シーズン6で、初登場。レック2つ分がひとまとまりになったレック。前半レックのピットストップ到着時にチェックインされず、番組ホストから、新しいクルーが渡され、休憩なしで、 レースの続行を宣告される。ノンエリミネーションレッグと異なり、前半レッグのピットストップに再開で到着したチームにペナルティは与えられない。後半レッグのピットストップに再開で到着したチームが脱落となる。クルーにはダブルレングスレッグであるという情報は与えられないため、参加チームはピットストップに到着した時に初めてダブルレングスレッグであると知ることになる。 チームはレース中、ルールに従って行動しなければならず、意、偶然に関わらず違反した場合はペナルティーが与えられる。これらのルールは公開されていないが、番組中に明らかになったものを一家に記す。クルーに従わないなどの何らかの違反をした場合、次のピットストップに到着してから、決められた時間が経過するまでチェックインができない。また、ノンエリミネーションレッグの再開チームに、 ペナルティが与えられた場合や、チェックイン後にルール違反が判明し、脱落チームの変更がない場合は次のレックのスタート時に要され、ペナルティの時間分繰り下げて出発となる。違反の内容によってはペナルティが与えられない代わりに、正しい手段でやり直してくるように指示される場合もある。シリーズの初期には、ルール違反を行ったことで利益を得た時間を追加される場合もあった。以下、 ペナルティの種類と内容、時間を記す。最終的に1位でゴールしたチームには、賞金100万 US ドル、約1億円相当が送られる。その他のチームには、そのチームの順位、脱落した順番に応じて賞金が授与される。順和による。上記は、ルートマーカー、ロードブロックなどのタスク、ピットストップなどがあった国、地域である。 飛行機の乗り換えなどで立ち寄ったのみのバーレーン、ブルガリア、ラトビア、カタールは除く。シーズン13での中間ゴール地点では番組ホストのフィル後半の実の父親も登場した。フィルの出身地ニュージーランドでのセクション。またシーズン16ではシンガポールの会でアジア版のホストアランウーもクルーを渡す一人として登場した。その他にもシーズンでは 有名人が多く出ている。さらには、2010年には中国を舞台にした一、過酷限定のレースを実施した国間の移動はなし。出場者は中国以外の国から出場し、ホストはアランウーが務めた。ちなみに優勝チームは、世界一周旅行が送られる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。